1912年ストックホルムオリンピックは、1912年5月5日から7月22日まで、スウェーデンのストックホルムで行われた、オリンピック競技大会。参加選手は28カ国2408名で、14、競技102種目が行われた。開会式は7月6日に行われたが、テニスは5月5日から、サッカーと射撃は6月29日から開始された。 開催地は1909年に決定したが、ストックホルム以外に立候補した都市はなかった。この大会で日本がアジアの国で初めてオリンピックに参加した。共に陸上競技で短距離の三島や彦とマラソンの金栗43の2名が出場したが、三島は400メートルの準決勝で棄権。金栗も1万メートルを棄権して、マラソンに出場。 54年8ヶ月6日5時間32分20秒3で世界一を遅いマラソン記録を残している。また、このマラソンでは日本と同じくオリンピック初参加だったポルトガルのフランシスコ・ラザロが走行中に倒れて翌日に死亡し、オリンピック競技による初の死亡事故となった。この他、エジプト、セルビア、アイスランドもオリンピック初参加となった。 初参加の日本選手団、開会式近代五種競りに出場した際のパットン、ありがとうございます。